どうも皆さんこんにちは、ひよひよです。今回はですね、タウンホール9が私の村にタウンホール10ほぼほぼ完走ですよ。大砲以外は問いやすい場合1台ですか。それなのにもかかわらず削りでタウンホール9から 50% 取られました。そちら非常にうまいリップとなっております。早速見ていくことにしましょう。はい、攻め手側はですね、こちらの方ですね。もう非常にうまいです。タウンホール9です。はい、そして私が攻められたリプレイはですね、こちらですよ。私の村ですよ、こちら。これね、まずここでバルーンでヘイツとですよね、ヘイツとレベル1なんですよね。なので皆さんまだヘイツとレベル上がってないよっていうタウンホール9の方でも全然できますよ。まあそして私の配置も配置なんですけれども、これで、ここで両サイドのアーシャークイーンを破壊すれば、上はほぼほぼ対空を攻撃できる施設がないですよね。そこもしっかりと考えられて攻めております。これは普通にもうマルチで1回でボンって攻められたので、もうなんて言うんでしょうね、ベースを見る目っていうのがすごいんだなと思いました。そしてヘイストをまた打って、こちらのアーチャータワーを破壊すると、そうすることによってもう本当に上ら辺は、ここら辺はもうガーゴイルで掃除し放題ですよね。はい、そして、左側もバルーン、今回ラバハウンドとか一切使わないで本当にもう削りという形ですね。さあここで相手ちょっとね、対空砲で苦戦してるんですけれども、ここはしっかりと落ち着いてレイジも組み合わせて強行突破するという形でございます。まあでもここでもちょっとまあミスってはいるのかなという感じなんですけれども、さあそして右からも、今回はしっかりと、修正してですね、ここら辺バルーンを非常に多く持っております。そしてこちらのアーチャータワーも破壊。左側はそうですね、今回私巨大クロスボウが対地2つに、対地2つに対空1つなので、ちょっとまあ削りをしやすかったっていう面はあると思うんですけれども、でもしかしうまいですよね。そして、やはり今回削りということで、もアーチャータワーをメインに破壊していってますね。はい、そしてエアスイーパーに阻まれると、さすが私のエアスイーパーということで、さすがこう諭吉を吸い込んだエアスイーパーは一味違うなという形でございますけれども、さあここで上を、ですね、ガーゴイルで、もうこれ見てて嫌ですよね。見たくないっすこれ。みたいな。どんだけいんのこれ。普通に見たくないっす。はい、ということでこちらバシバシ、パーセント取られております。そしてヒーローがまだ 24% なんですけれども、まあまあまあこっからどんどん上がってきますよ。28、30、31、33、ここで、しっかりとガーゴイルで多めに出して削ってますね。うわ37、うわで、こちらも相当取られますよ。いやうまいですね本当に。あ、これは本当にうまいです。私ですからね、村が、村は私ですよ。まあ、ちょっと自分が強い。おお、ヒーロー出てきました。ここで、バーバリアンキング、アーチャークイーン、15、15ということで、その特別めっちゃ高いってわけじゃないんですよ。そのヒーローでご利用しかもないので、49。そして、最後は、アーチャークイーンで、取れました。ということでございます。こちらの方、本当にうまいですね。ということで、今回は、タウンホール9の削り、まあ、前回タウンホール9の削り、あげましたけれども、そちらはちょっとこう、ラバハウンドが入っていたりしていたんですけれども、こちらバルーン28体、ガーゴイル40体、元祖、削り、なおかつヘイスト4つということで、非常にね、魅力的な攻め方かなと思います。ということで、タウンホール9で、チャンピオンリーグ、タイタンリーグ、目指す方ってなんだ、目指す方、ぜひともこれ試してみてください。ということで、ご視聴ありがとうございました。